どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあちょっとね、速報というかお知らせなんですけど、ご案内させていただいていたこちらのイベントなんですけど、2月17日ガズレレ無料イベント長野県松本市で開催ですよというご案内なんですけれども、昨日連絡がありましてですね、なんとですね満席でございます。ありがとうございます。満席御礼報告でございます皆さん。まあこのイベントはですね、まあ無料ということなんで、まあ完売とかソールドアウトって表記じゃないですよね。満席になってですね、もうこれ以上受付ができなくなりましたよというお知らせなんですよ。いやびっくりしました。長野県松本市っていうのはですね、なかなかこの来やすい場所じゃないと思うんですよね。しかも2月17日なんつったら真冬の一番寒い時にですね、長野県でもまあそこそこ寒いですよ松本。そこにですねこうイベントをやるということで、まあ皆さん来ていただけたということでですね、まあありがとうございます。行きますよって予約が必要ですからね。予約してくださった方も本当ありがとう。ウクレレ持ってきてね、ちょっとこうすごい時間を一緒に作り上げていきましょう。寒いからもう歌でですね、ホットになろうぜみたいな感じで、もうめくるめく時間を皆さんと一緒に作っていこうかなというふうに思うんですけれどもですね。はい、そういうご報告で、なんで、迷ってた方、ちょっとね、参加ちょっと、イベントは厳しくなっちゃったんですけれども、とはいえ、G ラボウクレレのポップアップショップはですね、2月の17日、18日、2days で、その松本、イオンモール松本にある島村楽器店さんで、ポップアップショップはオープンするんで、G ラボの全てのウクレレたちの思想はもちろんなんですけど、そもそもこのガズレレイベント、無料イベントやろうよというきっかけになったのはですね、なんとこの、島村楽器松本店さんが我らがこの G ラボウクレレ、この G ラボのウクレレ、ブランドにですね、別注スペシャルオーダーを、すごいいいウクレレをですね共同開発というか別注オーダーしてくれたというのがあって、それがすごいいいウクレレなんです。ちょっとこんな感じです。これ詳細概要欄に貼っとくんですけど、こんなウクレレとか、こんなウクレレとか結構なバリエーションがあってですね、このウクレレぜひガズの無料イベントと関係なくちょっと弾いていただくのすごくいいんじゃないかなと思います。ちょっとレビューした動画もちょっと概要欄に貼っときますけれども、ここにサウンドホールが入ってるんですよね。自分の音がここから聞こえるよみたいな、そんなシステムとかちょっとね見てもらったら分かるけど、形もですねちょっといつものラインナップと違う感じのね、かなりいいものになってますね。これをもうそこで、ポップアップショップというか、その今 もう松本店さんではお取り扱いがあって、もうご購入してくださった方ももう何名様かいらっしゃるようで、本当に嬉しいなと思うんですけど、とにかく17日は、G ラボのポップアップショップが、まあ、オープンしますんで、こっちはもちろんね、どなたでもいつでもこう参加していただけて、G ラボの全てのウクレレのラインナップの思想試し弾きができますよということになってますんで、お越しいただければなというふうに思うんですけど、ちょっと17日18日とポップアップショップの開催場所もちょっと微妙に違ってます。17日はイベントがあるんで、イオンモールの中にある松本イオンモール松本の中にあるイオンホールというところでポップアップショップとイベントが行われるんです。で、18日翌日の日曜日は、土日ですかね、土曜日はイオンホールで、ポップアップショップとイベント。はい。で、18日の日曜日は、通常の島村楽器店さんの、イオンモール松本店内で行うということで、ちょっとその辺のね、場所のことを詳しくね、概要欄にですね、ポップアップの説明のページ、URL 貼っとくんで、そこでちょっとね、ご確認いただきたいなと思うんですけれども、まあ、とにかく2月の17、18は、松本近辺、長野県の松本近辺はですね、暑くなりそうだぞと。いうことでございます。めっちゃ楽しみ。一応お伝えしているように課題曲はですね、設定しているんですよ。ガズレレの代表曲、ガズレレの効果、ガズレレソング、こちらの曲、課題曲にしてますからね、概要欄にね、練習用の動画も貼っときます。あと、ルージュの伝言をちょっとみんなで簡単曲だし、セッションしようかなと思うんですけど、こっちももちろん概要欄に貼っときますけど、まあ、他にもですね、その場でいろいろ参加できる、もう参加型のめちゃくちゃ楽しいイベントになりますから、はい。ご参加の方はウクレレ持ってきてください。よろしくお願いします。あともう一個ね、追加でお知らせです。皆さん、この本ご存知ですか？はい。この本はですね、いきなりウクレレという本でですね、はい。地球一簡単、家庭音楽。これ、ガズが出しているですね、主婦の友社から2018年にリリースしたこの本があるんですよ。この本はですね、すっごい、
いい本でございまして、これがね、皆さんのお手元にとって、お手元に渡って、なんとですね、今、本にして、要は、出版して印刷した分がですね、もう売り切れちゃってるんですよね。で、売り切れちゃって、じゃあ、売り切れちゃったからまた増刷しようかって話になったんですけど、これ2018年に書かれた本なんて、今とだいぶ感じが違ってるんですよ。ウクレレのこのガズレレとしてはですね。はい。で、この頃ちなみにですね、チャンネル登録者の方も1万人とかそのぐらいだったと思うんですよね。今、なんと、もう19万4千人みたいな感じで、やっぱその間ね、2018年に出たから、19、20、21、22、23、24、この5、6年の間にですね、このガズレレってすごいことになってるんですよね。そのことをですね、またあえてリニューアル版というか、最新版として今この本のパワーアップバージョンが、編集に入っております。で、これがですね、4月ぐらいに発売になるんじゃないかなということで、2024年の2月ぐらいにですね、もう予約がスタートになることに なりそうですね。ちょっとこの辺の情報もめちゃくちゃいいエッセイ本ですよ。これね、ガズレレの本、リットミュージック社から出ている、こっちの本もね、もちろん楽譜の本でご活用いただいていると思うんですけど、これだけじゃなくてですね、やっぱりね、このこっちの本に書いてあるような、この心持ちというか、このガズレレならではのこの、なんていうのかな、こういう音楽をね、自分のこの、なんていうか、こう豊かさにこうつなげるみたいな、そういうこととこう両輪でいかないとですね、なんかやっぱり本当になんか、ただ音楽やってるだけじゃなくて、やっぱり豊かにやりたいわけです。そういう大事なことがね、もうめっぽう書いてあるんです。はい。こっちのね、以前出してる方は、これ Kindle では今読めるようになってますね、電子書籍ではなんですけど、本の方はちょっともうね、絶版になってるんで、まあそういうことで、また2024年これのパワーアップ版が出るぞということと、まあ当然ながらこっちのシリーズもですね、どんどん今企画を進めております。もう盛りだくさんな2024年になり、なる予感というか、もうすでになってると思うんですけれども、とにかくそんな風になっておりますんでですね、引き続きガズレレ、フォローの方よろしくお願いします。そういうわけで今日は、長野県松本市で行われるガズレレ無料イベント満席のご報告を中心に、本のお知らせなどをさせていただきました。はい。ただいま大好評 G ラボガズレレのウクレレたち販売予約受付期間中ですからね、概要欄に、全てのウクレレの詳しいページ貼ってあるんでですね、ぜひチェックしていただいて、お手に取っていただければというふうに思います。これね、G ラボのウクレレいつも言ってるんですけど、もちろん最高の品質で、本当に弾きやすくて、弦高も低くて、育てるウクレレなんですよね。弾けば弾くほど、どんどん自分色に染まってくる、そんなウクレレになってます。ぜひ皆さん、チェックよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございます。ごきげんよう。バイバイ。